毎朝の計量、減らない体重、そして極度の空腹に耐えきれず、切れ食い、満腹感とともに襲ってくる自己嫌悪。これは去年の私である。ボディビル大会に出場するためにおよそ8ヶ月の減量を行うも、予選敗退。一瞬にしてその努力が水泡と化した。あれから半年、彼は悔しさをバネに地道な筋トレと食事、数々の経験を得て、8月のボディビル大会に向けて再び6ヶ月の減量という長い旅を始めることにした。この動画は彼の減量生活の一部始終を記録したものである。はい、おはようございます。昨日は89.9で、90キロ切りましたね。で、今日は何キロでしょうか。89.9からの、マイナス400グラムですね。悪くないですね。で、昨日の摂取カロリー的には2563キロカロリーでした。で、飯はこれですね。現状89.5キロの体がこんな感じです。で、今週は89.5なんで、88.8とか88.5とかを狙っていきたいなと思います。はい、パクチー T シャツ用のハガキを書いてます。はい、飯です。はい、ご飯です。先ほど頭丸めてきました。なんで僕が頭丸めたかというと、僕めちゃくちゃモテるんです。インスタ、ツイッターの DM から、女の子から、パクチーさん、遊びませんか？言われるんです。でも言われると手出してしまうんです。でも今コロナやから濃厚接触は自粛せなあかんなと思って、そう思ったんですけど、 DM 来ると手出してしまうんです。これどうしたらいいんやろ。そう思った結果が、僕がモテへんようにすることだったんです。なんで俺がこんな坊主にせなあかんねん。そう思いもしたんですが、やっぱりこれはモテる男の義務かな。そう思って坊主にしたんです。いい飯です。なので基本的にもう今はもう一人の女性にちょっと固めてるって感じですね。あ、そうだよな。あと今日はちょっとチートデイで外食しようと思ったんですけど、何ですかね。空いてる店がほとんど少なかったんで、明日にチートデイを変更しようかなって感じです。以上。飯ですね。食べます。この生活、すごいね、これ。なんですかね、ここら辺引っ越してからだいぶ歩く、ちょっと機会が多くなったんで、かなりちょっとお腹減ってきましたね、同じ摂取カロリーでも。いい生活かなと思います。てか、これすごいね、これ。動画編集 now。 ちょっとね、やっぱりね、恋はしたいですね。ちょっとなんか、近くに海岸があるんですけど、そこをなんか適当になんか歩いたりしたいですね。ただね、男性あるあるだと思うんですけど、収入がね、僕まだ全然安定しないんで、この収入でこいつを養っていけるのかみたいな、養う前提で話を進めて、じゃあまだちょっとダメだよなみたいな、いうふうにちょっと考えて、ちょっと自分に自信が持てなくなっちゃう。ってのはちょっと男性あるあるだと思います。ちょっと今年中にはちょっと自信持てるようになるよう、それなりの、収入をある程度確立させたいなと思ってます。募集中です。はい、おはようございます。すごいですね、頭が。昨日が89.5キロだったんで、今日は何キロでしょうか。はい、89.5からの、増えてるー。今日は昨日する予定だったのチートデイをちょっとしようかなと思います。あ、僕の彼女が作ってくれた、ちょっとシャワー蒸しを食べます。食べていいよ。あ、食べるね。
T シャツの梱包が一通り終わったんで、ちょっとチートでいきます。はい、じゃあちょっと今からちょっとカレー食べに行きます。ちょっと何ですかね、福岡のカレーを制覇しようかなと思います。いや、腹いっぱいですね。やっぱ油物系はめちゃくちゃ腹が張りますね。満足です。ちょっとまた今週も頑張っていきたいなと思います。皆さんおはようございます。ちょっと昨日は彼女との営みで夜更かしをしてしまいました。噛んじゃった。昨日が 90.5 キロだったんで、今日は何キロでしょうか。 90.5 キロからの、おー減ってる。やっぱり彼女のせっ、やっ、はい、メッシュ。はい、ちょっと今日はトレーニングする気にならないんで、ちょっと今日はお休みしたいなと思います。ちょっと昨日の夜、頑張りすぎちゃったかな。動画編集終了ちゃんなんで、ちょっとご飯食べます。ちょっとこの後散歩行きまーしょ。はい、ご飯で。はい、ご飯でーし。はい、ブログをちょっと更新しました。で、マルチビタミンちょっと家に忘れたんで、これ新しく買いました。そして今回俺が買ったのが、このブリーズライト。目的は、彼女との、彼女がちょっとキスが好きで、もうこう、口を塞がれたんだよ。もう息ができないから、しっかり息できるように、このブリーズライトをつけている。あとは寝るときつけると、まあ、予備的な作用だが、寝るときつけると息がしやすい。以上だ。だよね。そうですね。メッシュです。おはようございます。昨日の摂取カロリーは2303キロカロリーで、体重は 90.2 キロだったんで、今日は何キロでしょうか。眠い。90.2 キロからの。19.9。まあ、いいんじゃないですかね。はい、飯。まあ、最寄りのジムまだ空いてるっぽいんで、今日も一応筋トレします。あ、やっぱ筋トレ今日オフにします。はい、砂肝丼、砂肝にターメリックと塩コショウで味付けしたやつですね。おすすめ。はい、じゃあ飯食べます。赤パッツァ、これもう死ぬほど砂入ってますね。もう砂を食ってますわ。はい、じゃあ飯ですね。今日マジで家から一歩も出てないんで、ちょっと散歩がてらちょっと歩きます。 What the fuck。 はい、ご飯ね。はい、というわけでおはようございます。今日からもうジムが使えなくなったんでね、ちょっとあるところで多分今日トレーニングしたいなと思います。まあ、まず体重測るところから行きましょう。はい、というわけで昨日の 89.9 キロからですね、90.1 キロになりました。まあ、昨日ほとんど動いてない多分せいだと思います。はい、ご飯です。はい、飯です。はい、飯です。フォレストガンプ見てます。じゃあちょっと買い物行きます。もうなんか筋トレしないとちょっともううだつが上がんないですね。人生のうだつが上がんないですね。どうしよう。じゃあ飯ですね。ちょっとお酒も飲みたいなと思います。はい、飯です。はい、というわけで一昨日から筋トレできないわけですけど、食事もちょっとちょっとおろそかになりがちというか、あまり計算できてないですね。だいたい2400から2500ぐらいで、収まってると思うんですけれども、まあ来週ぐらいからまた筋トレ始めてやっていきたいなと思います。あとちょっと何ですかね、登録者の女の子にちょっと言われたんですけど、パクチーさんの好きな子ってまともな女の子いないですよって、言われたんですけど、いや待てよとは思ったんですけど、今ちょっと過去の動画ちょっと思い巡らしてみたら、さっき確かに好きになる要素どこにあるのかなって、思いました。はい、昨日の 90.1 キロからの、おい、はい、まあ今週はちょっと仕方ないかなっても感じです。は
はい、ご飯です。ちょっとめちゃくちゃ筋トレしたい欲求が出てきたんで、筋トレ行きたいなと思います。あ、なんか寒かったんで、ちょっと買い出しだけ行って、もう筋トレやめました。はい、砂肝丼。はい、まあ実際坊主にした理由としては、これからもうネット収入だけで生きていくぞっていう俺の意気込みと、これからの今までの生活への別れの区切りとして、この頭を丸めたっていう感じですね。まあ一応インスタで出した問題の正解としては、最初に出したやつで、感じで。はい、砂肝です。飯です。じゃあ、寝ます。はい、一応体のチェックをします。はい、ちょっと4日ぐらいトレーニングしてないんで、ちょっとだいぶなんかしぼんできた感じがするんで、今日ちょっと何かしらしようかなと思います。以上。はい、飯。まあ皆さんも本番はい、飯。はい、飯です。はい、ご飯です。今週はちょっと前回の体重超えられなかったんですけど、今日ちょっと筋トレできる場所、普通にジムで筋トレできる場所を見つけたんで、ちょっと来週からまたしっかりと、まあ89キロ以下、88とか狙えるようにちょっと頑張っていきたいなと思います。というわけで今回は以上で終わりたいと思います。もしいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録。